は、せいらです。今日は初めて自分のチャンネルでナイトルーティーンを撮ってみました。で今は時間が夜の12時頃です。で奈良は9時ぐらいにいつも寝るんですけど、ご飯も食べてお風呂も入って、もう今はめちゃくちゃ熟睡中です。でせいらが家から渋谷まで2時間ぐらいの距離があるので、10時に仕事が終わったとしたら12時とかになっちゃうんですけど、いつもは家に着く時間はもう日付が回ってるかもう12時とかになっちゃいます。でこの後ご飯食べるんですけど、夕方頃に焼肉を食べたので、何言おうとしたんだっけ、忘れた。あ、焼肉を食べたから、この時間に普通にご飯食べたらめちゃくちゃ太るし、今ダイエット中なんで今日はスープだけにしたいと思います。てかもう疲れたっていうか、なんかもう帰ってくるともう頭が回らないから喋れないめちゃくちゃ疲れた。はい、ということで今からスープを食べていきたいと思います。まず帰ってきたら速攻ララさんの様子を伺いに行きます。めっちゃ電気真っ暗すぎて顔見えないね。雪みたいなから住んでたよね。うん、ね、絞りたい。見た、見てない。見た、本当に見てない。え、見てないの？見てない。絞りたいの？見てない。でも顔に傷つくった。なら、うん、マジで、うん、てか明日さ、5時起き。まあ今12時半、うん、明日5時起き。やばいね。やばくない？お風呂まだ入ってないし、これからお風呂入って。今日何食べたの？お肉。え？だめだ、やめたって言ったじゃん。いや、まずこ、あのさすがに夕方にその炭水化物食べる勇気はなかった。この卵スープみたいな取れて3日以内だって、すごくない？ていうかさ、なんだっけ、すっごいめっちゃいい歌あるね、今 YouTube で。うん、なんだっけ、なんだっけ、なんとかゴーホーム。うん、こう前だよ、流行ったの。え、結構前じゃない、流行った。なんだっけ、とてんはい。そう、めっちゃ良くないの曲。うん、マジで。よし、それからテーマはご飯を食べ終わったからお風呂に入ります。みんなからすごい恥ずかしい今更感強いけど、あー頭が働かない。今お風呂に上がって髪の毛を乾かしました。この後スキンケアに移っていくんだけど、最近は飲むスキンケアっていうのをやっていて、このジャジャンフジミのパーソナライズサプリメントってやつなんだけど、これちょっとタブレットを見ながらやっていくんだけど、こんな風にね、サイトで約20個の質問に答えたら自分に合ったサプリを選んでくれるらしくて、でセイナは栄養不足気味らしくて、コラーゲンとビタミン C とビタミン B とフィッシュオイルとプラセンタが入ってるんだけど、じゃじゃん、こんな風にね入ってて、でこれ届いた時にあなたのための選ばれたサプリメント一覧っていうのが一緒に届いたんだけど、わざわざ一個一個どういう効果があるかっていうのが書いてあって、例えばスイナだったらプラセンタってやつはこれだね、この黒いやつ。今最も注目されている美容成分の一つであるプラセンタをベースに、コラーゲン、ペプチド、ヒアノン酸配合、潤いのある毎日を送りたいプレミアムの一つで、一つ一つね書いてあるの、めっちゃ便利っていうか優しいなと思って。あともう一つね、こっちにもセイナには届いてないサプリのやつの
成分とかも全部ここにバーって書かれてて、これめっちゃ名言みたいなこと書いた。ワイン片手なら素直に泣いても大丈夫で、しかも見てわかる通りなんかね、サプリの粒がめっちゃ大きすぎず飲みやすいからめっちゃ助かるなって思いました。サプリって成分的にはなんか瓶に入ってるイメージなんだけど、こうやってね小分けになってるからめっちゃ飲みやすいなって思ったし、飲みやすいがないなって思いました。あとなんかこういうお仕事とかしてると毎日化粧をしてることが多いから肌とか荒れやすくなるんだけど、みんなその周りのモデルさんとかは結構薬局とかでビタミンとか買って飲んでる子が多いんだけど、結局なんか一人一人何が足りないとか、乾燥肌の人もいればオイリー肌の人もいればっていう感じで、一人一人肌質も違うから、なんかこうやってアンケートとかに答えて、その自分に足りてない肌を向こうがキャッチして自分に合ったサプリを処方してくれるっていうのはめっちゃありがたいなと思いましたね。はい、ということであっという間にもう2時40分になったので、そろそろ寝たいと思います。ちょっと明日も撮影があって、ご時起きが朝が早いので、明日の支度と着替えを準備してから寝たいと思います。さっき紹介したサプリの詳細は概要欄の方に貼ってあるので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということでこの動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。以上、せなでした。バイニョー。おやすみなさい。